キャッチの際は低い位置、ローキャッチでキャッチをします。で、そこから上がってきます。で、ハングに関しては、どちらかというと股関節からダイナミックなイメージ、予備動作を使って一気に爆発的に上げていく練習になります。実際に股関節からタイミングを合わせてダイナミックに進展をして高い位置で浮上します。パークインなので、パーなので高い位置でキャッチをします。またハングなので、股関節のところでリズムを使ってですね、で素早く上げて、で元々のボトムではなくて高い位置からスタートをするのでより高重量を扱うことができます。実際にやってもらいます。その位置からタイミングリズムを合わせて高い位置でパーキャッチを行う。キャッチをしてコントロールして下ろす。しっかりと筋力で受け止めて下ろす。 OK です。で通常ジャークというのは肩から上まで、まあ、手と足を同時に上げるという動きなんですけども、それのスプリットですね。スプリットの動きをご紹介します。実際にフロントに乗っけてリップですね、しなりをこの感覚を掴んでいく練習をします。である程度しなりのタイミング感覚が分かってくると、そこからジャークに移行していきます。プレートをサイドにこう寄せることでしなりが出てきます。その中からしっかりとしなり、あとはこの跳ね返りのタイミングですね、そこを使ってジャークをするというようなエクササイズになります。機械が感覚が分からない選手に対しては非常に有効なエクササイズなので、ぜひ取り入れてみてください。